それとこのチャンピオンシップまた重みがね、もう全然違いますからね、緊張感が違っていますからね、楽しく。ジャンプボール千葉ジェッツ取りました。千葉のオフェンスから始まります。クォーターファイナルゲーム1です。でもう一回クッツのピックをかけて富樫外には出せない。小川麻人と富樫が組みますが外に流れて富樫動きながらのスリー、おー来ました。これは今2ポイントですかね。さあ千葉が何か修正することとしたらどんなことが、先ほどのニュービルの筋型だと思います。原どうか、おー来ました。タイムアウト明けのショットを決めてきた原修太。両チームともフィールドゴールがなかなか来ませんですね。富樫ムーニーのピック、富樫遠目から狙っていく、かなり外に張り付くディフェンスをしている千葉。エドワーズから外へ、おーエンド、富樫が食らいついてきました。そしてスミスから比江島も今得点が止まっている状態。エンド、ここも2人来ます。ムーニーのハードショーが効いていますが、ニュービル打ってきた、来ました。そしてスミス行きます。スミスジェネットかけますが、スミスファウルがあってエンドになった。スミスが強引に突破していきました。このプレーが終わるとシャータイムアウトになるでしょうか。スミス外フックスローター、ファウルあった、エンドになりました。外だ、オープンだ、金近来た、来た、2の2だ。綺麗なワイドオープンがまだない宇都宮。それほど千葉のディフェンスの強度、間合いの詰め方が素晴らしいものがありますが、エドワーズコーナー、エドワーズが決めてきました。3ポイントです。今も原はかなり比江島にやっていました。比江島それでも行く、ノールックで出してジェレット、ジェレットベースライン際ショートコーナー。エドワーズとムーニー、そしてニュービルですが、ニュービルと金近、打ってきた、ニュービル来ました。なかなかもどかしい状況になってきました。宇都宮はとにかくスリーが入らない状況。このプレーが終わると、スリーは打たせたくない。オフィシャルタイムアウトに入りますが、富樫が右に動いてのスリーが来た。富樫に対して遠藤、富樫動きながらフェイク入れてアイラブラ、もう1回富樫2秒1秒タフショット、試合終了。82対70、千葉ジェッツクォーターファイナル第1戦取りました。